はい、ではこちらの殺害現場から、離れるところでございます。はい。左手が釣り堀ですね。で、正面を通り過ぎて、カメラがないところを、はい、あえて行ってみようということになりますね。はいですけど、霊感はでもなんか嫌な感じがありますね。で、まあ、こう先ほども歩ったんですけど、ちょっと下り坂になって、ちょっとしたちっちゃい橋、この右手がずっと敷地ですよね。そうです、右手が敷地です、はい、敷地に時計回りで回ってます、はい、そうですね。で、すごい浅瀬の川があって、また右ですかね。やはり右手も先ほどの殺害現場の林になります、はい、とにかくそのこんなに広いんだっていうのが広いですね。びっくりしましたね、うん、はい。まあ、確かにここ夜中目立ちますよね。目立ちますね。はい。大体このぐらいですか。一周はそうですね。走りましたね。はい。こんな感じです。じゃあこのまま行ってみましょう。行ってみますか。はい。まあやはり街灯らしきものはないですね。ここまで来てもない。ないですね。真っ暗ですよ。昨日キーフレーム先生が言ってたじゃないですか、あの海の中、はいはいはい、走ってるみたいな、はい、夜中とかね、おそらくそういう感じでしょう。私ね、ここでどう行ったのかな。どっちが町なんですかね。右ですかね。はい、おそらくそうです。右で、まあ、本当に時計回りですね、はい。いただきました、はい。まず現場周辺ちょっと歩ってみよう。で、この後逃走経路、まあ、はい、
パート2ってことになりますが、はい、もちろん来た時と違うルートで帰ろうと思ってます、はいはい、で今度は125号線、はい、125と言われるところですね、はい、を抜けていこうかなと、はいはい、と思っております。で筑西市まで 46.2 キロですね、はい、の地点に今止まっております、はい、でどうでしたか周辺歩ってみて。まず家が全く見えないのと、はい、広いのと暗い感じがすごかったです、うん、あとお線香を上げるとこもありましたね、はい、謎に先生が写真撮りました、はい、何枚か写真を撮っていただいているので、はい、そちらは夜の配信の時に、はいはい、お見せできるのかなと思っております、はいはい、で、相変わらず、まあ、民家はあるんですが、とにかく夜は多分ね、ちょっと暗いかな。車もあんまり通ってなかったですね。もう今の時点で車の通りは全くもって、多分、ないです。2、3台しか見てないかな。見てないですね。っていうとこですね。うん、現在、ちなみに時間は、13時56分なんで、はい、街中とかだと、まあ、元気なね、はい、時間帯ですよね。この時間でも全然、人通りがない感じ、ね、はい。そうですね。で家の感じで言うと昔ながらの家が立ち並んでるっていうのもまあ多少見受けられますが、新しく建てた家とかもね、ありますね。ほらこっちここまで来るとあります。なんか大きい家多いですよね。お金が、そうですね、大きい家多いですね。大きい家多いですね、はいはい、ちょっと現場の、はい、殺害現場のお家もおそらく大きいんではないのかなと。感じですよね、多分。なんか、納屋的なものが、うん、もうすでに、そこは見えたじゃないですか。二、はい、つ見えたし、はい、その奥に、家がある感じですよね。はい、おそらく、大きい家なんじゃないのかなと思いました。うん、で、侵入経路と言われてる風呂場の、はい、とか全くもって見えませんでした。っていうような報告になっちゃったんですけど、はい、はい、もうちょっと奥まで行ければねっていうところもあるんですけど、いかんせんキーパートが、はい、が張り巡らされてるので、そこから先はね、ちょっと行けないです。ただまあ雰囲気が伝わればなというような動画になってしまったんですけども、はい、はい、では引き続きちょっと逃走経路を想像しながら、はい、はい、ちょっと走って帰ってみようかなと思います。はい。はい、ではまた、そのね、はい、道が出てきたら、撮ろうと思いますので、はい。はい。ではありがとうございます。ありがとうございました。